ど。どうも。どうも。チームタクです。チームタクです。第3回目となるクラウドファンディングを行いたいと思っております。聞いてなかったんですよ、これ。今聞かされました。何のための、支援を募っているかといいますと、はい、2020年21シーズンの冬の国内線の資金を活動資金を募るということで、第3弾やらさせていただきたいと思います、はい、いやリターンもだからただ応援してくれということではなくリターンなんか良くして喜んでもらいたいっていう思いがあって、うん、で今回のじゃあ何なんですか、ね、それをね考えたんですけど信州といったら何これそばですそうなんですよ今回ね手打ちそばで今回のこのクラファンリターンを、今年中に送ろうと思ってますので、はい、年越しそばにぜひ使っていただけたらなっていうね、うん、最高の年越しそばしかも僕たちがやりますんで引きますんででねこのそば職人がね、うん、これまたちょっと諸事情により伏せさせていただくんですけど、うん、そうすごいよねすごいもうすっごい美味しいそば作るけど、ね、なんだっけ、なんだっけ、無呼吸連打、無呼吸連打。この切るスピードがおそらく日本で一番速い。これすごいんだよね。映像としても残ってるんでね。ぜひそのリターンを皆さんに楽しんでいただきながら僕たちの応援していただきたいとね思います。思います。ぜひとも。それでよし。ここ噛まない普通久々なんだね、そうだね、そうだねじゃあ行こうかそれではそれでは行きますイエイ失礼しますおー本物だうわ何これ未知の領域に踏み入れたな職人この声はこの声は職人でもとりあえず一心不乱に好きなように回して大丈夫はい、はい、一心不乱に回りました、うん、好きなように回して一心不乱内側に回すに決まってるだろうか誰が好きに回していいって言ったんだよじゃあね、早速少しレクチャーいただいたんだよね弾いてみましょうかねじゃあ行きましょうか一周回したらもう一回入れるみたいなことですねわかんないそれ腕を止めないで回したまま別の手でなるほど入れていくなんか重くなってきたそう、それ弾けてきたってことだからさっきみたいに逆回しだといくら弾いても出てこないなるほど内部構造がそうなってるからお、音変わってきたねすっごい重いそうなぜ手引きが尊いものかってわかるかなこの電動のミシン打つじゃなくてそう生産性の大変さもさることながら人間の手でやるから規則性がない動きだからなるほどいろんな熱粒の大きさ、粒度の粉が引けるから、うん、はいだからより個性的なそばに仕上がるんだよねだから規則性がないっていうだから噛んだ部分によって食感が違うというか香り方も違うそういういろんな粒が手に入るからほうだから一期一会のそばができるやばい我々の一期一会のそばがやばいこれ1時間です右腕だけ太くなる右腕だけやばいマジで黒いの引くとこんな感じの子なんだはぁなるほど黒いっしょこれそれしないけどこれ意外と世間一般の人は知られてないけどはいはい粗い方が香りがあって食感が良くなくて細かい方が食感が良くてつながりやすくて香りも少ないなるほどだからこれで世間でちょっとしたまやかしがあってはいはいはいだから10割の方が香りがあるとか2、8の方が食感がいいとか言われてるけど実際はどういう粉をデザインするかによって変わってくるからだからつながりやすくて細かく引いた10割はそれはつながるけど香りとか全然ないよねたまにそういうの食べたことないあるあるある
だからなんでこれ10割なのに全然香りないんだろうみたいな。そうなんだ。面白いね。そういう、だからどういう粉を、だから配合よりもむしろどういう粉を効くかっていう方が大事になってくる。だから粉をどれだけ理解してるか。はぁ。だから僕は決めてない、いつも配合。その出来上がる粉に対して、うん、どのくらいつなぎを入れるかっていうのでやってる。だから、つなぐときも小麦の中力と強力の割合変えたり、毎回違う。へぇー。僕たちのこの粉を見て、そうそうそう。ブレンドしてくれると。そう、一番寄り添う形で。やばない。なるほど。やばない。寄り添ってくれるんですか。寄り添う、寄り添う。ありがとうございます。すげえ。すげえ。職人だー。あ、いやなんか出る量全然違うね。なんなん、僕らの時こう手前に回ってたじゃないですか。すげえ均等にこうふわーっていくと、ええー。